大会無数よ中央柳田、太陽と海とヨガの祭典第30回那覇マラソンが来る12月7日、日曜日の午前9時にスタートいたします。今年の那覇マラソンは第30回の記念大会となります。これもひとえにヨガの皆様、ボランティアの皆様、沿道で熱烈な応援をしてくださる地元の皆様、そして那覇マラソンを支える関係者の皆様にのご支援の賜物であり、この場をお借りして御礼を申し上げます。今大会は初めて抽選制を採用し、約4万3000人の申し込みの中から抽選で選ばれた県外か海外からの参加者約1万2000人を含む約3万人のランナーが出走いたします。それでは今大会の取り組みについてご報告をいたします。まずはじめに、今年のゲストスターターは県出身で元プロボクシング世界チャンピオンの具志堅用高さんです。皆様ご承知の通り、世界王座防衛13回という偉大な日本記録を打ち立て、現役引退後も各方面で大人気の活躍をされておられます。そしてゲストランナーは昨年に引き続きエリック・ワイナイナさんに出場していただきます。さらに招待選手として埼玉県庁職員で長距離ランナーの川内優輝選手をお迎えいたします。2011年および2013年世界陸上におけるマラソンの日本代表であり、日本が誇るトップアスリートの走りに皆様ご期待をいただきたいと思います。また今年も大野山公園内サブグランドを会場に、正午から午後5時30分までジョガー交流会を開催し、その場において男女11位から20位の表彰式も行います。交流会場では地元のアーティストによるミニライブやエイサーなどで盛り上げながら、ジョガーの皆様が互いに交流を深め、那覇マラソンの余韻に浸りながら那覇マラソンの参加する楽しさ、喜びをさらに感じていただきたいと思います。結びに、市民県民の皆様には交通規制等でご不便をおかけいたしますが、どうぞ那覇マラソンへのご理解とご協力を心からお願いを申し上げます。第30回の記念大会となる那覇マラソンも豪華な顔ぶれが揃い、前年にも増して素晴らしい大会になりますことを大きく期待いたしております。一平二平デビル、それでは、臨時にご質問をお受けしたいと思います。ご質問の場合には、名前と氏名をお願いします。それではどうぞ。はい、名前です。例えば、これ、処分かな、はい、ございません。じゃあ、こちらの方からアピールしてよろしいでしょうか。今年最終回という記念大会ということで、レースのメールは今ありましたように、川内さんが招待選手として入っていただくということがあります。そういうことでいうと、これまで2時間20分台の争いだったんですが、今回2時間10分台前後というハイレベルな那覇マラソン競技の部分が見えてくるかと思います。そういう中で迎え撃つ側としては、昨年の優勝者のお二人、男子の平田さん、女子は広瀬さんが加わるわけですけれども、それに加えて今回30回ということで、県勢の男子の1位と2位、男女ですね、1位2人を、招待ということでやっています。もう一方、沖縄陸上競技協会の推薦ということで、仲間さん、仲間高弘さん、仲間さんはやっぱり2時間を記録で2時間18分台記録を持ってますので、中間地点まで川内選手と2人ですね、競ってくれたうちの、去年の1位の、平瀬さんと、そして県勢1位の倉岡さん、そしてそこに仲間さんが加わって、川内選手とうまい形でずっとヒートしてくれたらなというのが競技場の楽しみかと思います。それから安全性の確保ということで言いますと、今回毎回走路の安全というのはとても、神経を使っているところなんですが、今回は特に、こちんだ三差路から牛ちゃんの方の、要するに八重瀬の方で全面規制をして、これまで道路の片側だけの競技だったんですが、それを全面的に規制
成をして、走ることが可能になりました。それは地元の人たち、自治体含めてですね、の、全面的な協力と、それから県警所轄糸満署のご協力もいただいて、緊急車両の通行を確保しながらですけれども、これまでどうしても廃油芝生になって、それが全面規制の道路に使えるということになったものですから、より安全な走路で確保ができたのではないかなと思っています。あと言ってね、それと医療救護部会ということで、それを取って設置をしました。那覇市立病院を受けて、南部特集会等ですね、皆さんの、もまた医療部門の協力を、全面的なバックアップを得て、要所要所でしっかりした医療体制を取るということが今回も可能になりました。それを含めて安心な、というか安全な、というか、そういう中で今日から皆さん、そして沿道の応援をしていただければと考えています。ちょっと一気にアピールしちゃってくださいよろしくお願いします。ご質問等ありましたらお願いします。じゃあ一点だけいいですか。RBC の和田さんにします。市長にお伺いしたいんですけども、具志堅さん選考の理由というか、決めてみたいなのを教えてもらって、実務レベル、実務というか参事会ということで、県民に一番親しまれて、なおかつ人気のある方というか、ということで、具志堅、やっぱり具志堅陽子というか、陽子さんは既に沖縄のヒーロー、私たちみたいなヒーローでしたけど、今でも人気者ですから、そういうことで3時間記念大会にふさわしいスターターということで、お呼びしてそしたら心よく引き込んでいただきました。じゃあ私からもコメント、その報告を受けて、やはりふさわしいということで、私たちもしっかりと納得をしました。まさに3時間大会記念すべき年に、いわゆる国民的な、いろいろ伝説等々、もう記録もそうですが、お持ちの方なんですけど、県民の皆さんも納得していただけるんじゃないかなと思います。楽しみにしています。すみません、琉球新報の東野と申します。30回という節目、長い期間続けられてきた節目の部分で、市長 ご所見をお伺いしていただけます。まずこういう催し物が30回も続くことができたということの、それを評価をしたいと思います。もちろん先ほどもコメントで申し上げましたけれども、ジョガーの皆様はもちろんのこと、支えてくださる、企業協賛の団体の皆様、そして何よりその地元、那覇市のみならず南城市、それから早原町長等と、ジョガーが通るその関係市町村にご理解をいただいて、今回特にまた30回記念ということで、先ほど報告がありましたように、コチンガの部分が非常にネックになってたんですが、それも全面開放されてくださるということと、合わせて去年いつでしたっけ、陸連の協力は去年でしたか、去年から、沖縄陸連の、ご協力もいただいて公式な大会になったということも、この30回大会を支えてくれて、さらにこれから伸びようとする大会になるんじゃないかなというふうに思っております。ありがとうございます。陸連の公認記録大会ということで、その川内さんが参加するけれども、こちらでの那覇マラソンでの走りがそのまま彼の記録として公認されていく、そういう意味合いもあります。ちなみに市長は30回に出したことがありますか。なんとこう無駄だって言いたいんですが、私も運動の能力においてはの中では、歴史の中で走るってことあります。コメルやって走れる。の平原です。資料の中で申し込み者の
内訳で外国人の申し込みが前年比かなり増えていると思うんですけども、あの今後の那覇市の発展というところと、あとまあ30回の記念というところを合わせて、あの今後の浜田さんどういうふうに発展していってほしいかというのをお伺いできますでしょうか。あの今ご指摘でお話がありましたように、全世界からあのこの那覇マラソンの魅力を感じて、集ってくださるジョガーの皆さん、だんだんに増えてくるかとは思うんですが、そういう意味でもあの全世界的に認識認知度も上がって、オールワールド のその大会になっていくと、ジョガーの皆さんもお互いに競い合いながらの中でも、それからあの地元の応援の皆さんも、いわゆる全世界的なこう楽しみ方、走る方もそういうふうなあのマラソンに那覇マラソンになっていくのではないかというふうにイメージをしています。ありがとうございます。すいません、関連してよろしいでしょうか。あのこの外国選手の方が 200% 超の申し込みがあったというのは、何か特別今回に限ってその呼びかけをされたとかっていう窓口を広げたとかですか。私たちも驚いたんですけれど、特に台湾からの参加者が大体150人でしたけど、今回800人を超えました。やっぱり、まあ、今実際観光として沖縄がすごく台湾の方たち、中国からも随分来ていらっしゃいますけれども、その辺のブームもあったかなということが一つと、それから今回あの参加記念ということで、大会終了後、こちらからの海外での大会派遣を考えているんですが、それが高雄国際マラソン、台湾の方での国際マラソン。あの高雄国際マラソンというのは、那覇マラソンに学んでスタートした国際マラソンで、那覇マラソンとの、まあ、そういう意味ではすごく伝統が深いところですけれども、そういう意味で台湾のマラソン熱を作ったのが那覇マラソンで、それで那覇マラソンが一つの目標になってきたと。2つの理由で、今回特に一気に台湾からの参加者が増えて、それが海外選手枠の、増加というふうになったかと思います。ありがとうございます。他にございますでしょうか。それでは、内容ですので、本編の発表書についての関係は以上で一旦関係者の皆様、はい、どうもご協力ください。就任されて初めての記者会見に臨まれたと思うんですけれども、あの終えてみてのご感想とか、あるいは、まあ、あの就任して今2週間超、になると思うんですけれども、こう就任されてあの改めて思うところとかを教えていただけますか。まず就任初の記者会見がこのような楽しい希望のある、内容で良かったなと、弾みがついたなというふうに思っています。那覇マラソン、今先ほど申し上げましたけど、充実をしてきていて、あのご質問が吉川さんからあったんですが、ある人から那覇市役所まで市長走ったらどうですかと言われたんですが、ゴーンとやって走ってもちょっと時間ないしというようなことで丁重にお断りしたんですが、どこかで、そういうアピールをしたいとは思いませんやはり走るなんて言われて、まあ、置いといて、今は少し話が外れましたけど、あの、まあ、2週間ちょっと、この本職を拝命して、いろいろなあの方々とお会いをして、どうでしたかどうですかというようなことも、
感想を受けているんですが、いずれにしましても私は、重圧ではないんですけど、たくさんの方々に、ご支援をいただいた、ご支持をいただいたなということは非常に感じております。歩いていても市長と声かけられて、足を止めて、おめでとうございますと言ってくださる方、特に役職のある方とかそういう方ではなく、市民の方々にこのような声をかけていただくってことは、応援してましたよという声であったり、そういう声を聞くにつけ、いただいたそのご支援ご支持はについては、誠意真誠意こうお答えしていかないといけないなというふうな、身の引き締まるその思いを今いたしております。それに関連して、金曜日からは議会も本格的に始まりますけれども、改めて那覇市の課題をですね、市長、最初にこう取り掛からなければならない政策ですとかあればちょっとお聞かせいただけますか。これはもう選挙活動中も申し上げておりましたけれども、やはり待機児童の問題、子どもの問題は、もう平成27年の4月からっていうところもあるので、それについてはすぐにでも取り掛からないと、いけないだろうということで、その点の、いろいろな H を結集して今取り掛かるよということを指示をしているところです。合わせて、本当にすぐにやらなければならないというのはそこでもあるんですが、普段の、市政運営の中で、それぞれの部で、抱えている課題等々ありますので、それについて、その取り掛かっている部分をスムーズにこう進めていくというところで、私のバックアップというか、その決断であるとか、そういったところが必要なところがあれば、しっかりとそれを努めていきたいと思います。ありがとうございます。市長就任されて、あと副市長人事とか、これで変えることもあると思うんですが、これは今の構造的な面ではどうですか。構想があるかということですね。いや、もう以前も書いていただいたんですが、本当に2週間ですので、少し私の中でも、深呼吸をして右左見て、それから全体をこうまとま上げる人事ですので、そのあたりはしかるべきからのところにも相談をしながら、自分の目でも確かめながら、ゆっくり、やっていきたいと。ただ、年度初めには、構想がスタートができるように、というような考えは持っております。具体的にどうこう誰々っていうのはまだ浮かんでません。はい、ありがとうございますでしょうか。話変わるんですけど、時事通信の平原です。地方中枢拠点都市、20万人以上の人口を抱える都市が周辺の市町村と連携できる構想が今動き出していると思うんですけども、12月1日の市議会で宮崎市が今回初めて拠点都市の宣言をしたんですね。で、那覇市もその要件を満たす市に入っているんですけれども、今後その拠点都市の宣言に向けて取り組むお考えがあるかどうか。まだそういうような具体的なことはできて考えていませんが、今宮崎さんがそのように声を上げたということでしたら、その状況を見ながらということになるんですが、いずれにしてもまだ少しは私不勉強な部分もあるのですぐ答えられないんですが、中核市になって那覇市がまだ 2,3 年というのもう少し足元を固めてからということは言えるかと思います。ありがとうございます。内容でございます。質問でございますので、本日の会見のところで終了したいと思います。先ほど市長に就任後のお気持ちをお尋ねになったと思うんですが、ぜひ機会があればですね、皆さんから見た、市長の印象、就任直後、また節目節目の印象も、聞かせていただければ非常によろしいかと思いますので、機会があればお願いしたいと思います。それでは本日の定例記者会見終了します。
今日はありがとうございました。ありがとうございました。